keeping you waiting. Please forgive my bipolar heart. グループの今川です。子供グループ山室です。よろしくお願いします。今日は、はい、エクステリアツアー、はい、子供グループのエクステリアツアー、はい、第一発目ということで、まあ、施工事例の中からエクステリアツアーをさせていただく、はい、もう今回から始めさせていただくことになります、はいはい、皆さんぜひ今後もご期待ください。よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、一発目の現場、はい、行ってみましょう、はい、お願いします。ここはもう本当すごい高低差ですよね。そうですね。すでにあの登るのが辛い。はい。そうですね。もう道路歩いてるだけでもだいぶ辛くて。そうですね。この高低差と傾斜と。そうですね。だいぶきついですね。どのぐらいだろうな。多分この間口で6メーターぐらいあって。はい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 。高低差でいうと6メーターで多分50センチ近く落ちてるので。はい。30% 近く。30%。うん。通常の駐車場を作る場合の高低差ってどれぐらいなんですか？ 1.5% から 2% なるほどで作るので、それに対して 30%、 そうです、 25% か 30% ぐらい確か高低差があるんですね、はいはい、どれだけ大変だったかが分かりますね。そうですね、はい、はい、じゃあちょっと早速ご紹介の方をしていきたいんですが、はい、これがまあもう俗に言うドマコンクリートっていう、そうですね、はい、はい、駐車場ですよね、はい、これ仕上げは何になってるんですか？これ今回はあのハケ引き仕上げ、はいはいはい、でハケを引いて、はい、要は車が滑らないように、はい、とあと人もこう滑らないように、はい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 、あ、なるほどなるほど、はい、このザラザラしてるハケで描いたような、そうですね、仕上げですね、はい、この途中途中に入ってる黒いゴム目地、はい、これ目地は何ていうの？これエキスパン体って呼ばれるもので、はい、伸縮目地材になっていて、はい、まあ、コンクリートがこうどうしても伸縮して亀裂が入りやすいので、それを止める、はい、ゴムのこう、はい、なんていう樹脂の、あの目地材ですね。じゃあ亀裂が発生しないようにこういうものをわざわざ入れていくということですね。はい。これってこの1種類しかないんですか？グレーがあともう1種類。グレーも選べるんですね。はい、黒とグレー、はい、はいはいはい、が一応選べますね。はい。かしこまりました。はい。一番ここで目を引くのがやっぱりこの大きい屋根が2つあるんですけど、はい、これは何ていうんですか？これはあのリクシルさんのカーポート SC、はい、SC、はい、こっちがリクシルさんのちょサイクルポート、はいはい、SC ですね、はい、自転車用の屋根と車用の屋根、はいはいはい、はい、これ見えてるものって何ですか？あの123と手前にこの板ですかね、これ全部あのアルミの屋根材になってまして、はい、上も下ももうアルミのこの1本ずつをこう組み上げていくような形のものになってますね。めちゃくちゃかっこいいですね。そうですね、まあ、これの一番のやっぱ特徴は、まあ、全部アルミでできてるっていうところと、はい、あとは通常カーポートだと下に針が来るんですけど、はい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 、これはあの上に針が確かにそう言われると、はいはい、なのであのすごいすっきりした見た目になるんですよね。はい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 、なるほど。これこの間に見えるのは照明ですかね？そうですね、これはあのダウンライト、はい、で今回は 3つで埋め込んでるんですけど、はい、夜になると一応人感センサーで、はい、あの下にこうダウンライトがこう照らされる、ね、ああもうじゃあ帰ってきたらパッと電気がついて、うん、そうですね、で玄関まで行く道のりを照らしてくれるっていうような、はい、めちゃくちゃかっこいいですね、はい、ここに見えるのがセンサーですかね？そうですね、これが人感センサー、はいはいはい、ね、素晴らしいです、はい、じゃあちょっと中の方入っていきましょうか、はい、すごいですねここもどうやって仕上げたんだっていうような、どうやってまずこれもアングルで撮ろうかって感じだと思うんですけどこれもなかなか、これはあれですかね、人が通るっていうよりか自転車ですかね？そうです、自転車が通る、でも自転車をこう乗っていけるって、でここに止められるっていうような、そういうことです。なるほど、はい、これは大変だったでしょうね。そうですね、まあ、もともと実際この壁が今道路側までずっとあって、はいはいはい、これがもう、そうですね、で階段がこの辺からあったのかな、
こっからこう上がってくような感じで、ここが全体的にあのお庭スペースなるほどだったんですよね。はいはいはい、どのぐらいあったかな、そのポールと同じぐらいの高さぐらいまでもともとあったの。はいはいはい、あもうここまでずっとお庭で。そうです。はい、あじゃあそれをまず全部掘って。そうです、壊してもう全部一回壊して、はい、で全部土を出して、はい、でここを作り上げていった感じですかね。そうですよね、こちらのお宅はあの、はい、リフォームリノベーションで。そうです、リノベーションの外国ですね。はい、もともとあったお庭から今のこちらの状態を作り上げた。はい、これ、はい、この壁になってるのはうちでよく取り扱っているグランドアートボール。そうです、これあのグランドアートボールですね。音を聞いてもらうと分かると思うんですけど。あ、はい、まさにグランドアートボール、はい、にジョリパッド仕上げ、はい、これは何色っていうんですかね、白系。これはね、ちょっとねあの千番台 の、はい、あのジョリパッドさんね、はいはい、白系のちょっと真っ白っていうよりちょっと黄色がかった感じの、はい、外壁に近いお色を選ばれてたんで、はいはい、ジョリパッドって結構何種類もありますもんね。ジョリパッドはそうですね、うん、あれサンプルとか取って合わせられるんですか、じゃあ。そうですね、はい、実際そのカラーテーブルはすごいちっちゃいんですけど、はい、仕上げ方法 と、カラーサンプルは大体この A3、はい、A4 ぐらいの、はい、A3 ぐらいかなの形で取り寄せができるので、はい、で気に入ったものをちょっと何種類かピックアップしてもらって、はい、でそれで合わせるっていうんですよね。はい、あじゃあもうこう現場で合わせてって、はい、何色にしましょうかっていうのを最終的に決めてみたいな意味です。はい、はい、このグランドアートオールの横にこうつながってる、はい、これは一体何なの。これすごいですよね。これあのこういう向きで多分設置される方、はい、多分外交屋さんでも少ないんじゃないかなと思うんですけど、はい、実際こうファサードでこう紋帳を見せるってなるとやっぱ道路側にインターホンとか、まあ、この表札、まあ、表札あるか今隠しちゃってるんですけど、そうですね、うん、はい、ポストとか向けると思うんですけど、このお客さんの場合はあのなるべくこっち側からこう人動線を作ってるので、あなるほど、お客さんが来た時にここで押せるような、はいはい、あこう歩いてる、はい、あでインターホンが埋まってるんです、ね、そうです、はい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 、インターホンとポストが埋まってる。あなるほど、これあのサンキューアルミさんのモデアだったかな、はい、モデア2かな、はいはい、じゃあこう入ってきてインターホンして、はい、ビアさんここにポストを入れて、はい、それを考えて作られたものだった。そうですね、なのでこのファサードから見たときに、まあ、今ちょっと隠しちゃってるんですけど表札があそこにあるんですけど、はい、何もこう障害物がないというか、はい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 、ここも高さ合わせて、これ本来この既製品を、全部一回バラしてこれ全部切り詰めてるんで、はい、あじゃあことみグループでこれを加工して。そうです、はい、なるほど、そんなことまでできちゃうんです、ね、そんなことまでできちゃいますね。素晴らしいですね。はい、これここ上がっていく道中に貼ってる、はい、ここら辺はもう全部タイル、ね、そうですね、これもリクシルさんのタイルですね、はいはい、あリクシルさん、まあ、イナックスになるんですかね、はい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 、これ今濡れてるんですけど、はい、全然滑らないですね。そうですね、あの基本的に滑り止めがついてるので、はい、ザラつきがあると思うんですね、はいはい、あ本当ですね、ザラつきしますね、はい、これはあのもちろん人もそうですし、はい、ここ自転車上げるので、はいはいはい、自転車が滑らないように、はい、設計させちゃいます、はい、これなら安心ですね、はい、はい、あこういうマス、これマスですかね。そうですね、はい、ここもねマスがすごいあってですね、これも全部設備の方で、はい、全部高さを調整して、もともとじゃあバラバラなり1個なりだったものを、そうですね、全部こう高さ調整してって、そうですね、はい、でこれタイルも加工して、そうですね、はい、こういうところにもタイルが貼れるんですね。そうですね、まあ、あとフロアハッチって言って、はい、タイルの表面を、このマスを隠すのに、はい、まあ、ちょっとこの現場では使わなかったんですけど、はいはいはい、こうパカッて開けるとマスがあるような、なるほど、はい、そういうものも使えるんです、ね、もう使えます、はいはいはい、今回こんだけちょっと多いんで、はい、4つ逆にフロアハッチ入れちゃってもちょっとみっともなかったんで、今回はマスをあえて見せるような形、はい、はいはいはい、はい、これあれですね、こちらのサイクルポートの方にも照明、はい、同じのが付けられてるんですね。そうですね、ここも2箇所ダウンライト、はい、あと人感センサー、はいはい、じゃあもう自転車がここでパーッと通ってくると、そうです、ね、センサーが反応して、はい、ここが明るくなる、そういう形です。最高ですね、はい、はい、
あら、あら、蛇口、はい、蛇口もついてるんですね。蛇口もつけましたね、はい、これはまあこのタイル自体を洗うっていう意味も込めて、はいはいはい、一応ここに設置させてもらったんですけど、オブジェじゃないですよね。オブジェじゃないです。出せます。なるほど、はい、あ、もうじゃあしっかりこの中水道管通ってて、そうですね、はいはいはい、でまあ水洗パンを置くと邪魔になっちゃうので、はい、今回タイルに直接目皿を入れて、はい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 、直接排水できるように設計してあります、はい、この中に排水管が通ってて、そうですね、あー、確かに、なるほどなるほど、はい、素晴らしいそうですね。これはグランダートールではないですか、ね、これは、CP 固枠ブロックですね、はいはいはい、コンクリート固枠ブロック、はい、これこっちがグランダートールで、はい、こちらが CP、はい、使い分けた理由って何かあるんですか。高さがですね、だいぶこっちの玄関の高さが高いので、どうしても土圧がかかるので、こういう型ブロックを用いないと、はい、ちょっとグランダートールはちょっと耐えれないので、はい、今回は型ブロックをこっちは使ってますね、はい、土圧っていうのは、はい、土の圧、そうですね、土圧ですかね、土の圧力ですね、はい、あ、もうじゃあそれで押されちゃうから、はい、それに勝てる負けないようなものをここに置いて、はい、そうです。これここにここまで CP ですよね、はい、その上にグランダートールを立てるっていうのはできるんですか。できます。あ、じゃあもう土圧がかからない部分からだったらグランダートール大丈夫です。はい、ありがとうございます。ね、あの入り口に見えるシルバーのもの、はい、あれも弊社ですよ、こうしたもの。そうですね、これが目安センサーのスイッチになってまして、はい、人感センサーをコントロールしてると、はい、なのでつけっぱなしにもダウンライトができますし、はいはいはい、明暗センサー付きでもあるので、はい、暗くなったらついて、はい、で、明るくなったら消えるっていうセンサーをコントロールしてる、はい、トランスですね。あ、そこでも全部管理してるんです、はい、そうですね、はい、これもなんかおしゃれでここにあっても全然違和感ないですね。そうですね、なるべくこう隠すものではあるんですけど、はい、逆にこのコンセントが正面に来ちゃってたので、はい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 、逆にちょっとオブジェ的な形で、なるほど、はい、これをここに配置することによってこっちにそうです、ね、アイキャッチで目線を持ってって、そうです、コンセント目立たなくていうようなイメージです、はい、社長、これ上がってきてここにデンと置いてある、はい、これ宅配ボックスですね、はい、宅配ボックス、はい、今の宅配ボックス、まあ、これちょっと今の設置をどこにするかっていう話もあったんですけど、はいはい、まあ、玄関開けてすぐ取れる位置に、はいはい、でポールにしちゃうとちょっとね目立ちすぎちゃうんで、あ、大きい型タイプで、なるほど、もう床に直接置くタイプ、ね、はい、そうですね、はいはい、結構大きいですもんねこれ。そうですね、どのぐらい入るのかな、もうある程度の配送物であればほとんど入るんじゃないか、はいはいはい、30センチの多分奥行き40センチぐらい、はい、で高さがそうですね50センチから60センチぐらいある、はい、パナソニックの、あ、これパナソニックの、はい、商品ですね、はい、あ、そうですね、パナソニックの、はい、いや今宅配ボックス悩まれる方結構多いですよね。そうですね、まあ実際1回入れちゃうと、はい、じゃあ2個目配送されてきたらっていう話もあるんですけど、まあ、大事なものはこちらに入れて、はい、あとは置き配、あ、なるほど、使い分け、ね、こう使い分けをしていただければなと思います。はい、はい、玄関の方から見るとまた景色が違いますね。そうですね、 SC を上から見るっていうなかなかないシチュエーションですね、はい、これはもうこの高低差ならではだと思うんですけど、そうですね、やっぱりこう上から見るとこのポリカ屋根が見えるよりかはやっぱこういったアルミ製の方がそうですね、はい、閉まりますね、閉まりますね、はい、はい、これとずっと合わせてって、あと入り口の方にあるんですかね、あそこのフェンスとじゃあ全部合わせて、そうですね、色もそうですね、はい、色も合わせて、色も合わせて、統一させてもらってる形ですかね。はい。ね、はい、すごいな。こっちですかね。9段分。9段分作ったんですね。まあ、綺麗にね、本当、はい。この階段を作るのはすごい苦労したんですけど。はいはいはい、なんとか綺麗に、はい、割り付けもできたので。はい。はい、ちなみにじゃあ はい、こちらのエクステリア、はい、テーマはどんなテーマで、一応シンプルモダンっていう形で、はい、まあ、白、
シルバー系黒系でちょっとこうまとめさせていただいて、はいはい、まあ、お家自体も白黒でまとまってるので、あえてここに木目調玄関使ってるので、あ、ここから見た時のイメージで木目がちょっと入っちゃってるとまたしつこくなっちゃうんで、はい、今回はこの白黒、はい、シルバー系の色でまとめさせてもらいました。はい、はい、なるほど。じゃあもうこれオープンでシンプルですけど、すごいかっこいいですもんね。はい、そうです、まあ、オープンっていうのはちょっとね、ここがセミクローズになってるので、はいはいはい、なるほど、はい、基本的にはこうセミクローズの、はい、シンプルモダン、はいはい、のテーマです、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ今回、はい、シンプルモダンっていう、はい、施工事例をご案内させていただいたんですけども、はい、皆さんいかがだったですかね。はい、はいはい、やっぱり僕もそうですし、はい、まあ、初めて外構工事されるお客様、はい、もう皆さんそうだと思うんですけど、はい、やっぱり我々慣れてきちゃってるん で、 そうです、ね、あんまり作り来ないと思うんですけど、うんうん、じゃあ門柱って言われて、うん、どこのことを言ってるのかとか、はいはい、マスって言われてマスって何なんだ、はい、エキスパンって何なんだ、はい、まあ、それいつも図面と見積もりだけでお客様も見ると思うんですけど、なかなか分からないと思うので、そうですね、そういうところを僕たちで伝えていけると、そうですね、こう見積もりの内容をね、こうどんどん分かりやすくというか、はい、一緒にお庭を作っていけるようにお客様自身もちょっとお勉強していただくっていうところを僕もテーマにしてやってますので、はいはいはい、一緒に成長していただく、そうですね、はい、はい、じゃあもうぜひ今後も上げさせていただきますので、はい、ぜひ YouTube の方これからもチャンネル登録と高評価、はい、よろしくお願いします。お願いします。 Instagram でもショート動画とか配信されてますね。 そうですね、はい、はい、そちらの方でもぜひご覧ください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。